はい、こんにちは。コモンズ投信の、会長の渋沢健です。第2弾目の、コモトークにようこそ。ですね、今日は素敵なあのゲストを招きしました。モアツリーズ、まあ、簡単に言えば、まあ、森の保護という感じでよろしいんですか。そうですね、森林保全ということで、はい、あの伝えてるメッセージっていうのが、例えば10年前始めた頃と、はい、今ってこう同じ、まあ多分根本的に変わらないと思うんですけど、あのどういうメッセージを伝えていて、でもしそれが変化があるんだったらどういうふうにこう変わってますか。はい、あの根本的にはやっぱりおっしゃるように、まあ、その森をちゃんとサステナブルにしていって、うん、我々人類との共生関係を作っていこうっていうことは変わりはないんですけれども、うん、やっぱりそのコミュニケーションとして、あの何でしょうね、森って僕らがこう10年間活動して気づいたのが、うん、極めて俗人的であるというか、やっぱりその例えばですね、よっぽどアマゾンの奥地とか行かない限りは、うん、もう少なからず人間のこう手というか、うん、何かしらと関わりがもう持たざるを得ないんですよね、うんうん、だから僕らは自然愛護派っていうよりは、その地域の人とどう向き合っていくかっていうところに解決の糸口を探ろうとしている。そういう意味で環境と経済が、うん、まあまあ、両立しなきゃいけないっていうことですよね。うん、そうですね、まさにそのコモンズ30ファンドっていうのは、あのこのなぜ30か30かっていうと、あの30年という、うん、あのまあ、ちょっとキーワードなんですね。あの30年ってやっぱり1世代なんじゃないかと思っていて、だからその次の世代でもにも通じるような、世代を超えられるような投資ってあるはずだなと思っていて、そういう意味でこの、モアツリーズ、まあ、森林木って、なんかちょっと同じ時間軸かな、まさにと思ってて、うん、僕らもそんな今年来年ですぐ結果が出るような活動ではないので、うん、やっぱり継続して初めて今植えた苗木が森になるとかっていうのは数十年後ですから、うん、まあ、それたとえ僕がその時いなくても、うん、まあ、今やっとかないとダメなわけなんで、うん、そういう長期的な視点っていうところは本当に、うん、あの共通してるなと思います。そうなんですよね。僕意外とこうもともと根っこがなんとかなるさみたいな、ランクルナイサー的な発想なんで言い方じゃないですよね僕大型なんですけど、ああ、まあまあ、だから未来は明るいって勝手に思ってるんですよね。なるほどね、うんうん、まあ、だから、まあ、より明るくしていくために、そうですよね、まあ、やれることをポジティブに楽しく皆さん巻き込んでやっていこうって感じです。そうですよね。あ、それすごくいいですね。はいはい、これあの、はい、宮崎県の杉で作ったんですけど、同じものが同じ、はい、みんな同じ形なんですね。そうですね。でそれをこうやってこう、はい、ですです、あの建築家の隈研吾さんにデザインをしてもらったんですけど、なんでそういうビッグネームとなったんですか。いや、あの従来の塊を積むっていうのとはちょっと違う発想で、これ大人の好奇心もだいぶくすぐられるアイテムなんですけ ど、ね、要はこれも日本の林業を循環させるためにやってるということです。なえー、いや、ちなみに僕もやっぱこうやって健さんとご一緒するようになって、まあ、コモンズさんシードキャップ選んでいただいて、はいはい、で、あの自分自身の団体の資金繰りもそうですけど、うん、自分自身のキャッシュフローというか、あの資産ということにも、あの意識するようになったんですよ。これまでもう結構ザル感情で、もう自分の預貯金とかあんま気にしなかったんですけど、それで積み立てNISAを始めました。ありがとうございます。コモンズ30、ありがとうございます、はい、やっぱ長く持てばちゃんと結果が出るっていうのって極めて、あの、うん、ありがたいというかですね、あの投資家からすると楽だなと思って。そうですよね。だって、だって木を植えるのも全く同じですよね。はい、そうですね。じゃあ最後、あの一言、あの、はい、あの皆さんにあのメッセージがあればよろしくお願いします。そうですね。実は皆さんの生活にとっても森林って本当にこう、まあ、切っても切れない関係だということを我々もっと伝えていきたいと思ってますし、その例えば日本の木を積極的に生活に取り入れるということはですね、まあ、ご自身の生活をさらにこうワンランク上に上げていくお手伝いにもなっていくと思いますので、ぜひそういう観点で森とこうお近づきになっていただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。